皆さんおはようございます、なえです。今日もよろしくお願いしますということで、今僕は羽田空港に来ております。はい、ということで今日から3泊4日の沖縄旅行に行ってきます。これから荷物を預けて腹ごしらえして飛行機乗ります。楽しみ、天気良さそう、帰りが帰れるか心配です。はい、ということで今到着いたしました。地面師たちを見てたらすぐ到着しました。めちゃめちゃトイレに行かせてください。もう地面師たちに夢中でトイレに行く時間もなく到着してしまいました。気温は33度4度ぐらいでめちゃめちゃ暑いです。これからホテルに向かって行きます。超天気チャレンジするけど、9割方英語の女の子のところは A&W に来ました。うわどうしよう、悩むよな。これはモッツァーにしようかな。今ですね、免税店にやってきました。人が少ない、買い放題だ。いつもは最終日に行くんですけど、ちょっと今日初日に来ました。爆買いしていきます。買い物終わりました。めっちゃ可愛いショップが、沖縄店がなんかリゾート店に位置づけされたらしくて、限定品とかがいっぱい出てきました。これからホテルに帰ってきます。ということで今ホテルのディナーを食べに来ております。おはようございます。2日目の朝です。現在の時刻8時23分になります。はい、今シャワーだけ浴びて、これから朝食会場に向かってご飯を食べていきます。ご飯取ってきました。パン、フレンチトーストと黒糖です。黒糖ワッフルと野菜をベースにタンパク質も取れるように、あとスムージー、オレンジジュースです。いただきます。はい、ということでご飯を食べ終わりまして、これから車に乗って宜野湾の方に向かっていきたいと思います。雨予報だったんですけど急に晴れ予報に変わりました。最高です。はい、ということで今宜野湾マリンパークに到着しました。これから 3B やっていきます。暑くもなく寒くもなくどこに行けばいいのか分かってないのを歩いております。とりあえず音のする方に向かってます。こんな感じ、めちゃめちゃいい天気、マリンアクティビティ行ってきます。ということで今一通り海に入ってきました。もう目が痛い。こういう感じでこれからシャワー浴びてチャタンのアメリカンビレッジに行って、
ホテルに戻っていこうと思います。はい、ということで今国際通りで、飲んでます。もうほんと大変だったんですよ、聞いてください。台風の影響で金曜日に帰る予定だったんですけど、結局明日帰ることになって、そうで、それでいろいろ予約してたものとかキャンセルとかしたりとか電話に追われてて全然飲んでる気しないんですけど、とりあえず明日の昼の便で帰るので、なんかもう今日楽しまんともう、やばくねみたいな感じで今、3軒目に向かって、歩いております。これから民謡居酒屋に、行ってきます。はい、今現在の時刻12時半です。ドレンガイで飲んでおります。5軒目です。7軒目です。